はい、こんにちは、マロです。まあ、iPhone、iPad、MacBook Pro、さまざまなね、Apple 製品ございますが、Apple 製品って本体を買ったら、よっしゃ、これで便利に作業ができるぞっていうわけではないですよね。さまざまなアクセサリーを駆使することで、より便利に活用することができます。だから結構後にお金かかっちゃうんですよね。で、そのアクセサリーの中でも重要なのが充電器。Apple 製品によって充電のスピードだとか必要な電力っていうのは異なりますから、それに対応したね、充電器やモバイルバッテリーを揃えていかないといけません。で、よくあるのが MacBook Pro 13インチから MacBook Pro 16インチに買い替えましたよと。そしたら MacBook Pro 13インチは今まで 60W の出力で急速充電ができてたんですけども、16インチは 60W では急速充電できません。16インチだと今 96W だったかな、96W 以上の充電器を使わないと急速充電できないんですよ。そうなった場合、やっぱり 100W ぐらいにね、対応した充電器を買い直さないといけません。まあ、こういったことがよくあるんですよね。 iPad もそう、ミニを使ってたら 20W ちょっとでね、急速充電ができるんですけど、まあ、プロなんかにね、買い替えると 30W 以上のね、出力の充電器に買い替えないといけないと。まあ、そういうのもあってね、ちょこ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 ね、充電器をね、買い替えてしまうっていうことがよくあります。で、僕の動画の中もさまざまなね、モバイルバッテリーだとかね、充電器を試してるんですけども、今回はですね、もうこれがあれば iPhone から MacBook Pro 16インチまでオール OK、 最強の充電器の組み合わせを紹介したいと思います。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちらハイパージュースの 100W 出力対応窒化ガリウム充電器でございます。これはですね、ハイパー社がクラウドファンディングを通じて開発した充電器なんですけども、ハイパー社の充電器の特徴がとにかく大出力に対応していること。この充電器もですね、 100W の出力に対応しております。もちろん便利なのはそれだけじゃなくてですね、 USB-C ポートが2つ、そして USB-A ポートが2つ搭載されております。つまりこれ1つで合計4台のデバイスを同時充電できるという、これ便利さなんですよね。プロ16インチに付属しているこちらの充電器では1台しか充電できませんからね。で、現在僕が使っているこちらハイパージュースのモバイルバッテリー、27,000mAh の超巨大なモバイルバッテリーなんですけども、こいつもですね、 100W の出力に対応してるんですよ。つまりこの2つがあれば、もう他のモバイルバッテリーいらない。もう iPhone から MacBook Pro まで全ての Apple デバイスを急速充電できるわけなんですよ。もうこの2つあれば充電環境は完結しちゃうんですよ。というわけでですね、今回はハイパージュースの窒化ガリウム充電器ちょっと試していきたいと思います。はい、それではですね、ハイパージュースの充電器ちょっとね、見ていきたいと思います。これね、ずっと欲しかったんですよ。ただお値段がね、1万円近くとね、高価なんでちょっと敬遠してたんですけども、これで僕の充電環境は完成ですよ。はい、まずですね、充電器本体出てきましたけども、非常にコンパクトですね。これ分かります？はい、こちら iPhone11 なんですけども、 iPhone11 と比べるとこんな感じ。本体の形状はずっと iPhone よりも小さいですね。まあ、窒化ガリウムはこういったコンパクトで大出力のね、充電器に使われるということで、それがね、きっちり生きてるんじゃないかなと思います。で、こちらがですね、 MacBook Pro に付属している、まあ、100W 対応のね、純正充電器なんですけども、サイズを比べるとこんな感じ。ちょっと縦はね、ハイパージュースの方が長いんですけど、横はですね、全然純正の充電器よりも狭いですね。厚みはまあ若干ね、ハイパージュースの方がありますけど、ほぼほぼまあ同じかなっていう感じ。体積的にはですね、若干こっちのハイパージュースの方がコンパクトかなと思います。ですからバックパックやポーチに入れても全然苦じゃない大きさですね。そして他に付属品がですね、このポーチついてます。ちょっとベロア調のね、ポーチ、いや、いいですね。そして他がですね、よいしょ、こちらにもポーチがもう1個入っていて、あ、これはあれですね、海外で使えるコンセントのね、アタッチメントが付属されております。3種類ございますね。はい、付属品はですね、このようになっております。それでは本体ちょっと見ていきましょうか。本体はですね、ホワイトでちょっとマットな質感になってますね。うん、ザラザラしております。真ん中にハイパージュースと記載されてますね。付属の純正充電器はね、ツルツルした感じなんですけども、ハイパージュースの方はマットな質感、まあ、こっちの方が汚れとかね、傷目立ちにくいんじゃないかなと思います。そしてコンセント端子がね、このようにコンパクトに折りたたまれております。あ、これいいですね。
別途ね電源取るときにケーブルとかね必要ないんで。そして充電端子がですね、まず USB-C ポートが2つ、はい、こちら下にですね 100W と記載されております。どちらも最大出力 100W に対応してるみたいですね。この USB-C ポートが2つついてるの嬉しいね。今 USB-C 対応の機器ってめちゃくちゃ多いですから、やっぱりね1つだけだと足りない。うん、結局ねこういった複数ね端子がついてるものを買い直しちゃう。なので最初からねこの2つついてるのは嬉しい。しかも両方とも 100W に対応してるとなかなかないですよ、こういった充電器。そして下にですね USB-A ポートが2つついてるんですけども、こちらもクイックチャージ 3.0 対応、どちらも 18W のね急速充電が可能となっております。 18W ですから iPhone だったらこっちの USB-A ポートで急速充電できるということですね。まあ純正充電器とね大きさは近いんですけども、もうこの端子の数がもう圧倒的に違いますよね。全然こっちの方が便利ですね。それではですねちょっと重さを計測してみたいんですが、重さどうでしょうかね。結構重たいかな。はい、重量がですね 203g、まあまあ大出力なんで重さはこんなもんでしょうかね。そして純正の、ね、充電器、はい、こちらがですね 302g。 おお、すごい。こっちの方が 100g 軽いっすよ。圧倒的便利なのに 100g も軽いっすよ。これはいいですね。軽くなる上に便利になるという、もう最強じゃないですか。それではですねこちらハイパージュースで MacBook Pro が急速充電できるのか試していきたいと思います。コンセントにぶっ刺して縦地のアクセサリーでね、出力も計測していきたいと思います。よいしょ。はい、今ね MacBook Pro 16インチを充電してるんですけども、だいたい電圧が 19V、 そして電流がですね 4.5 アンペア前後ですかね。4アンペアからだいたい5アンペアあたりをねちょろちょろしております。ですから、まあ、実質 90W 近くで今充電できてる状態ですね。はい、しっかり MacBook Pro 16インチも急速充電できております。そして端子がね4つあるということで、今ですね4台のデバイスを同時充電しております。 Xperia は Mark2、 そして iPhone、 そして iPad Pro 12.9 インチ、そして iPad Pro 11インチとね、タブレット含めて合計ね4つのデバイスを充電してるんですけども、 iPad への給電の出力がですねだいたい 1.45V、 そして 1.74A と28W 前後で充電できております。ですから実質 iPad Pro に今急速充電できている状態ですね。合計の最大出力は 100W ということで、 MacBook Pro 16インチだと1台しかね充電できないんですが、こういった iPad Pro 含めた大型タブレットぐらいだったら4台含めてまとめて急速充電ができちゃいます。ですから MacBook Pro 16インチみたいな大型のラップトップでもいいんですけど、こういったタブレット、スマホをまとめて充電するんだったらもう無敵ですね。ちょっとねごちゃごちゃして分かりにくいんですけど、いやーでもこれは素晴らしい。そして僕がねもう一つおすすめしているのがこちら、ハイパージュースのモバイルバッテリー 27,000mAh っていうね、超巨大なモバイルバッテリーなんですけども、ちょっと素材がねアルミになってるんで長いこと使っててですね、ちょっと傷なんかはついちゃってますけど、もうこいつとね合わせて使ってほしい。こいつもですね 100W の出力に対応しておりまして、はい、こちら 100W の入出力に対応した USB-C ポートと 60W までのね入出力に対応した USB-C ポート、 USB-C ポート2つついてますし、なおかつですねクイックチャージ 3.0 に対応した USB-A ポートが1つついております。こいつでも複数のねデバイスを同時充電することできますし、何より出力がめちゃくちゃ高い。 100W の出力に加えてですね端子合計でですね 130W の出力に対応しております。ですから充電器よりも合計の出力高いんですよ。こいつでもですね MacBook Pro 16インチから iPhone まで、まあ、急速充電できますよと。で、何よりこのハイパージュースのモバイルバッテリーが他と違うのはですね、このモバイルバッテリー自体も 100W 近くのね出力で充電できちゃうということなんですよ。これなかなかないんですよね。例えばですね、僕アンカーのね 26,800mAh のねモバイルバッテリー持ってるんですけども、こいつはね 30W の出力に対応してるんですが、26,800 っていうこの大容量を充電するってなると 4,5 時間かかっちゃうんですよ。ただこのハイパージュースのモバイルバッテリーはですね 27,000 っていう大容量をですねだいたい1時間ほどで充電することができちゃうんです。めちゃくちゃ早くないですか。ですからこの充電器と組み合わせて使えば、時間のない忙しい時でも1時間でほぼ満充電できちゃうということですね。実際にちょっと充電してみましょうか。
今ねこいつもう空っけつの状態なんですよ。はい、電源ボタンを押しても、インジケーターが光りません。空っけつですね。このモバイルバッテリーをですね、この充電器の方でちょっと充電してみたいと思います。はい、コンセントにつないでこの 100W のポートの方にですね USB-C を接続します。ただしケーブルもですね 100W に対応したケーブルが必要になってきます。このモバイルバッテリーを買うとこの 100W に対応した USB-C ケーブルがついてきます。それではちょっと充電してみてですね、電力の方を計測してみたいと思います。はい、わかりますか。今電圧が 18.9V、 そして電流がですね 5.15A と 100W 近くでね、このモバイルバッテリー本体を充電してくれてます。これやばくないですか。こんな電力で充電できるモバイルバッテリー他にないですからね。はい、それではですねこのまま1時間ほどこのモバイルバッテリーを充電してみたいと思います。はい、というわけでですね1時間が経過したところなんですけども、ちょっと充電状態どうなってるのか見ていきましょう。はい、空っけつの状態から1時間ほどねちょっと充電しましたが、はい、インジケーターがですね全て点灯しております。1時間でほぼほぼフル充電できていますね。まあ、正確には1時間10分ほどねフル充電にはかかっちゃうんですけど、まあ、1時間充電しただけでもですねインジケーターは全て点灯しております。まあ、ほぼほぼフル充電に近い状態ですね。そして USB-C の最大出力が 100W なので、もちろんこのモバイルバッテリーでも MacBook Pro 16インチを急速充電することができます。素材もね同じアルミで、まあ、色もねこちらスペースグレーで統一することができるんで、デザイン的にも非常にマッチしてますね。もうこの2つがあればね充電環境で困ることはないですよ。 iPhone からね MacBook Pro 16インチまでもう何でも来いですよ。そして時は金なり、充電のね時間まで短縮できるというまさに最強のモバイルバッテリーと充電器ですね。まあ、幅広いね Apple 製品を使っている方だったら確実にね入手したいアイテムでございます。これはおすすめ。というわけでハイパージェスの地下ガリウム充電器とモバイルバッテリー紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、iPhone からですね MacBook Pro まで全てのね Apple 製品を急速充電できると、なおかつモバイルバッテリーの方は 27,000 のね大容量1時間でフル充電できると、まさに神アイテムでございます。そして今からですね台風などで、まあ、水害なんかも増えてきますので、まあ、停電になったりだとか避難するときもですね大容量で短時間で充電できるモバイルバッテリーっていうのは非常に役立つと言いますか、一つ持っておくと安心感がぐっとアップしますね。まあ、デメリットはでかいところですね。このモバイルバッテリーは普通にでかいですし、こちらのチッカーガリウム充電器もですね、まあ、出力と端子の数を考えればコンパクトなんですが、まあ、ちょっとお出かけするときなんかには少しかさばるサイズにはなってると思います。ですからちょっとお出かけするときに、まあ、できるだけ荷物をコンパクトにまとめたい人は、まあ、こういったコンパクトで、ね、容量の小さい充電器をサブで持っておくといいと思います。まあ、1万までの容量だったら非常に安い価格でモバイルバッテリー売ってますからね。あと一つデメリットを挙げるとすれば、まあ、お値段が高いと。こちらのモバイルバッテリーは Amazon 価格で 17,000円ほどしますし、こちらの地下ガリウム充電器は 8,900円ほどとなっております。値段は高いですけど、それなりの機能はしっかり備えてますし、 MacBook Pro も16インチになって供給電力のワット数上がりましたけど、まあ、今後新しいモデルが出たとしても 100W 以上になることはないと思うんですよ。 100W 以上の充電が必要なノートパソコンって言ったら、まあ、ゲーミングパソコンぐらいですよね。あとは、まあ、ですから今後新しい MacBook Pro とかが出ても末永くですねこの2つで充電環境を整えることができます。まあ、長期的に見るとバッテリーとか充電器を買い替える必要がなくて、なおかつ快適な充電環境が手に入りますからね。そう考えると意外とコスパは悪くないのかもしれない。特に旅行や出張に行く方、他にも複数のねデバイスを持ち歩く方なんかにとってはもうめちゃくちゃおすすめでございます。どちらも概要欄に購入ページ貼っております。まあ、この2つを使ってですね最強今日のアップル製品充電環境を整えてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。